皆さんは過去一地球に嫌われた LL キャラクタークーラについてご存知でしょうか。当時圧倒的に人気だった合体戦士パーティーをメタれるコマとして登場したクーラですが、スーパーサイヤ人がいると属性振り向こう、メインで踏ん張り貫通など露骨な性能すぎて反感を買いました。しかも当時スーパーサイヤ人を入れないまともな編成が少なく、クーラを対策できるキャラがとても少なかったです。また打撃圧ヒットで敵を交代できなくする効果もあるため、奇襲能力の高さからじゃんけん製造機というあだ名もつきました。当時のヤバさを知っていた方はチャンネル登録、知らなかった方はぜひとも苦手なキャラクターをコメント欄に書いてください。そして今えぐいてー。